キンプリ平野章スノーマン a n 目黒蓮、プライベートで星を見る中、また見ようね。人気グループキングプリンスが、今日19日に放送されたテレビ朝日系音楽番組、ミュージックステーション2時間スペシャル58時に出演、5人体制ラストの「M ステ」となる今回、共演のスノーマンとの交流も覗かせた。まずメンバーの第一印象を聞かれた平野は、長瀬、角は全然喋らない。 ただ細い子、神宮寺、雄太は、チャラチャラしたチャラ男、騎士、雄太、君はその時、ジュニアを引っ張っていたトップ・オブ・トップのスター、高橋海と、高橋小高、には、ダンスが上手な声が宇宙人みたいな子、と振り返る。神宮寺のチャラ男イメージについて騎士も、当時チャラチャラで髪の毛跳ねてて全部の指に指輪、と証言し、14歳当時の写真が映し出されると、ちょっとやめてよ。 地上波で、これは出ると思ってなかった、と恥ずかしげな笑みを浮かべた。